はい、カメラの教室最高師フォトグラファーの三崎すぐるです。というところで今回も目隠しやっていこうと思います。第4弾でございます。というところで本日仕上げる絵はこちらでございます。はい、ということですごいダイナミックな空を、あ、日中シンクロのね、よくあれですよね。じゃあ今日はどういう風に仕上げていこうかなって思うんですが、線が強いダイナミックに、まるでイラストみたいなみたいなね、写真をね、作品にね仕上げていこうと思いますので、最後までお付き合いいただければと思います。それでは行ってみましょう。どうぞ。はい、ということで早速始めていこうと思います。こちらの写真ですね。いや、もうこれでもいいんじゃないかなって思うんですけど、個人的にはもう肉眼で見てる感覚にこれはちょっと近いので、ここからちょっと肉眼じゃ見切れないような絵作りをしていきたいかなって。じゃあどういう風にやっていくのかというと、線がはっきりしてまるでイラストチックな絵というのを想定して作っていこうと思います。ということで、じゃあまずプロファイルから決めていきましょうか。ということで、これがいいかな、バランス的には。カメラマッチングだったらどうですか。一番なんかね、派手な感じにしたいかなってところなんですが、いつもの同じマイナスか、ちょっとコントラストが弱いかなって感じなので、一番コントラストが強そうなのが、あ、モダンチームですけど、ちゃんと線がはっきりしてるようなプロファイルがいいかなと思ってですね。アーティスティック用語は悪くないけど、ちょっと黄色が強いんでしょうか。黄色っていいか、アーティスティック4にしましょう。これでいきましょう。で、ちょっと適用量を調べていきます。というところで、ここでポイントなんですけど、このプロファイルでちょっと黄色みが強くなってしまいました。ということで、なぜここで黄色みを強くしたかったかというと、ホワイトバランスを下げることによって空の色が青くなります。ということで下げていきますと、こんな感じに 5350K まで下げて、ちょっと空の色味がね青くなってきましたね。というところで、ここでちょっと明るさを調整していきたいんですけど、もうちょっといけるかな。ちょっとマセンタを足してみると、ちょっと青みがさらに、青にちょっと赤みが増していい青になったんじゃないかなっていうのが僕の意見です。ということで、ちょっとまずは旅行量を調節していきますが、まあ上げすぎてしまってもね、空の明るさがあれなんですけど、こっちだとカラーに暗くなってしまうということで、後で空だけ暗くするという考え方にしまして、全体的に上げていこうと思います。こんな感じかな。これなら全体的なバランスとしての明るさがいいんじゃないかなっていうのが多くなりますかな。ということで、ちょっとコントラスト、これも
ポイントなんですが、テクスチャーと明瞭度は上げます。モデルさんの修正は後ほどやりますが、このテクスチャーを上げてあげることによって、見てください、空のディスプレイがだいぶ強くなりますよね。これで線が強いシャープな空にしてあげる。で、これで明瞭度も上げてあげると、お、すごいイラストチックに近づくって言ったんじゃないですかね。ここで霞の状況にしますよ。さらにもう一回やりすぎくらいやってみましょう。お、いいですね。だいぶなんかイメージが近づいてきたかな。というところで、サイドもちょっと僕の癖なんですが、ちょっと上げ目にしていきます。こんな感じかな。だいぶいい感じになりました。というところで、DL も、まあでも結構コントラストに出演してるんで、若干シャープネス、若干です。さあ、ここで統合して、色温度、肌の色温度ですね。ここもちょっと調整してみたいので、ちょっと青を少し入れて、ただ、ちょっとね、調色が多いので、3000万ぐらいで挟んでいきましょう。やっぱりちょっとメールが強くですね。そう、あとでモデルさんの、デジタルメールがちょっと調整するので、色温度を見ておきます。というところで、カラーミキサー。ここで、空の色を、作りたい気持ちがあります。っていうところで、青のブルーの左右上げようとする。見てください、空の色がちゃんと出てきました。めちゃくちゃいいですね。これぐらい一回やってみる。で、ポイントなのがここで輝度の調整です。輝度を暗くすると、ブルーの輝度を、ね、暗くするとね、ちゃんと空の青がしっかり出るんですよね。これくらいが出るでしょう。いいんじゃないですかね。だいぶなんかイメージに近くなってきたかなって思います。というところで、レンズの補正機能、これはシグマの1224、そうですね、かなり超広角レンズで撮ってます。これは特に補正をかけるだけなんで、ジャッジは広がりがあるので、これはつけておきましょう。というところで、効果中輪で撮ってる、ちょっとだけマイナスにしてあげて、背景のね、ここの四隅をちょっと暗くしてあげることで、モデルさんにちょっと目が行きやすくなるというところですね。はい、まあこんなところなんですけど、ここでちょっと遊びで言うと思います。このカラーミキサーの色相の部分ですね。これでブルーの部分を調整してみると、空の色が変わるんですよね。こういう感じ。まあ僕はどっちかというと水色の方が好きなので、モデルさんの明瞭度をかなり上げてしまった印象があるので、ここでマスク2、被写体を選択してしてあげると、モデルさんにだけマスクがかかります。ここで何をするのかというと、上げてしすぎてしまった明瞭度を、ここだけちょっと明瞭度とテクスチャーをね、ちょっと下げ気味にします。ちょっとこれはアップ目で見た方がいいかな。これでちょっと見て、これで上げすぎてしまうと、くっきり出すぎてしまう。まあさっきの明瞭度が強くなりすぎて、モデルさんの肌のね、髪がね、ちょっと針金みたいにちょっと硬くなりすぎてしまってるし、肌もちょっと固めになってしまっている。というところで、ちょっと明瞭度も下げて、モデルさんだけちゃんと柔らかい印象に仕上げるんですけど、ちょっと骨抜き。芯の感じがちょっと抜けちゃったかな。もうちょっと調整しましょう。そこまで必要ないかなという気がするんですが、ここの部
でオブジェクトを選択できるかな。こうすると黒い部分だけマスクがかかるんじゃないかな。お、かかりましたね。もうちょっとこっちもちょっと入れてみて、そう、このあたりで、ここでシャドウを上げます。こうするとちょっと影が和らいだので、キツキツな印象には顔がちょっと減るかな。で、黒レベル上げすぎてもちょっと白目が出てしまうかな。これぐらいでいいでしょう。ちょっと影が和らぐ感じかなと思ってます。さっきよりは柔らかいなと思いました。これで、やっていくんですけど、ここの部分ですね、ここがちょっと影が強くなってしまっているので、また新しいマスクでブラシだいぶなくなってきました。こんな感じかな。もうだいぶで最終的に色調整をしていくんですけど、まだこれもちょっと難しいところですね。こうするとこう自然なサイドを上げまくっています。やっぱ色がこういう時にスライダーっていうのを使うとちょうどいいかな。これぐらいかな。こういうイメージが近づいてきたところで完成でございます。はい、完成と言いたいところだったんですが、一箇所忘れておりました。こちらでございます。こちらのね、邪魔な草木がございます。じゃあこれを消していきたいと思います。というところで、まずシュークツールを使っていきましょう。ということで、これでいけるかな。意外とこの最近出てきた消しゴムツール、意外とこれいけるんじゃないかななんてね思います。ということで、ちょっとなぞってみるとどんな感じになるかな。やっぱ残るね。ということで、このシュークツールのツボをいじってみて、近いところの空を入れてみます。そうするとまだちょっと残ってる感じがあるので、こちらもポイントとしては、極力同じようなところをコピースタンプしないことがポイントでございます。ということで、ここもいじって、だいぶ違和感がない感じですけど、極力ハイライトが近い、この辺りかな。この辺りですね。で、ここももう一回つけて、これぐらいかな。この辺りも、どうする？最終的にここも、これは違和感出ますね。こちら側に移して、この辺りちょっと色味、青の色味とちょっと違う感じがするかな。これでいいところをピックアップ、これで全体的に渡してみると、こんな感じで完成です。はい、ということでこんな感じの写真になりました。ということでね、こんな感じに、僕といえばこういう写真みたいな印象も結構強いかななんていうこともあるんですけど、まあやりすぎって言われることもあるかと思います、この写真。まあここのポイントなんですけど、一回やりすぎてみることがポイントです。ここからやりすぎてみることで、多分この後ね、1年後2年後ね、ああもうちょっとやりすぎてしまったから、もうちょっと控えめにしてみようって段階をね、だんだん踏んでいくことができますし、意外意外とね、時代によって写真のテイストが変わってくるので、意外とこの写真がね、どいってね思うかもしれないっていうことをちょっとね期待して、この写真を仕上げてみました。ということで、参考になれば嬉しいと思います。ということで、本日はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ということで、また次回お会いいたしましょう。さようなら。